はい、どうも皆さん、こんにちは、ぎまです。前回の続きですね。タッチデザイナーを使った花火の作り方の続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こういう感じのやつですね。こういうのを作っていきます。はい、じゃあ、これは閉じてですね。これも今は消そうか。前回ここまで作ってますね。ポジションをランダムに変えるのと、その度に、粒が出るようにこう設定してます。これですね。なんでこれを、動画として書き出す必要があるので、これを変換していきます。まずここですね。これを右クリックして、ジオメトリーを出してください。これですね。そして、これもセットなんですけど、カメラとライトね、カメラ、ライトで、もう一個はこの 3D の色付けのもの、今回これ使います。どうぞ。コンスタントマテリアルですね。これを使います。で、もう一回右クリックして、これで初めて変換できます。この4つを出してからですね。で、レンダー、これを入れます。で、このマテリアルはですね、この中に入れてください。話してテリアル。そうすると、こうやって、3D に変換できます。こういう感じですね。これ動画として見ることができますね。はい。で、このままでは、粒が飛んでるだけなので、より花火っぽくするためにですね、フィードバック、あとを残していきます。で、レベルを追加。はい。で、アウトかな。はい。で、これ下つないで、これは上につないで、で、これに入れます。はい。そうすると、こんな感じですね。この跡が残ります。で、ずっとこう残ってると、またこれはこれでちょっとおかしいので、このレベルのところですね。はい。このキャパシティのところを 0.95 とかね、で消していきます。はい、こんな感じですね。で、背景は黒の方がいいかな、黒の方がいいので、これですね、この1枚絵を出してもらって、これも追加します。という感じですね。解像度が悪いので、ここも、はい、こんな感じです。ちょっと花火っぽくなってますよね。はい。これに、色をつけていきましょうか。これですね。色はこれなんですけど、白だけになっています。で、これを黄色にすれば、どれがいいかな。こうやって黄色い花火が上がります。で、同じ色でよければ、こっちで好きな色に変えてもいいですね。こっちが一番早いですね。はい。今回せっかくなので、この色もランダムに変えようと思います。この場合はこのノイズを使います。はい。で、ノイズの、これですね、この解像度のところを一番ちっちゃくします。そうすると、この一枚絵みたいなものなんですね。はい。で、これは軽い方がいいので、これも全部ゼロとかでもいいかな。はい。これもゼロにしてたので、これゼロにしました。はい。これでこのようですか。で、白黒に今これなっているので、これをオフにすると、色がつくようになります。これ、水だけで一回やってみた方がいいかな。もともとこういう感じですね。で、こうやって色をつけることができるんですね。というのは、解像度を一番ちっちゃくして、この一個だけの絵が今、色が出てるような感じですね。なんかこれと似てますよね。で、見たら、さっき使った、よく使う、コンスタント、これですね。これだったら、オレンジっぽい色とか。これと似てるんですけど、違いはですね、これがあるかどうかですね。これ。これで色を変えることができるので。ここでも変わるんですけど、
この辺ですね。こうやっても変わるんですけど、この辺でも変わってするかな。変わるんですけど、ここの数値、これですね。ここでこう、同じようにこのシード、ここですね。これの数で変化しているので、まあ、ここの数値を使った方がシンプルなので、これですね。ここを使いたいんですね。ここにはないです。ここにはないので、このノイズというものの解像度を一番ちっちゃくして、ここを使って色を変えていこうというとですね。はい。これを消します。で、ここにこれを入れます。はい。そうすると、まあ、こうやって変わるんですね。こういう感じです。まあ、色、ちょっとこの方がいいかな。これもいきますね。この辺の色の濃さとかは、まあ、この辺の数値をいじって、好きな感じにしてください。明るすぎたかな。7とかな。それにしておきます。はい。こういう感じですね。で、これを、この中に入れます。こうやって、ドラッグ&ドロップして、この色をここに入れます。これですね。そうすると、このシード、これに合わせて、この色も変わっていきます。はい、こういう感じですね。はい。で、これでもいいです。で、もっとここの数を増やせば、もうちょっと花火、綺麗なのかな。1万とかにすれば、こういう感じで、こういう花火ができます。はい。ですね。今回作ったのが、ちょっとまた派手、派手めの花火だと、こういう感じですね。せっかくなので、この作り方も、説明していきます。まあ、でも土台はこれなんですけど、まあ、ここは1000ぐらいにしときますね。はい。で、ですね。今、ここから直接、この色を出して、色っていうか、この粒子を出してますよね。パーティクルここに表示させてます。でここは一回切ります。ここ一回切ってですね、ポジションだけをもらいます。ここを右クリックして、ソフトからソフトトゥーっていうものを選びます。そうすると、今このパーティクルのこのポジションだけ、XYZ のポジションだけを見ることができます。こういう感じですね。この場所にありますよみたいなものを見ることができます。で、これを、ここのインスタンスっていうところをオンにして、これを入れます。はい。そうですね。で、ポジション、これか。これが、tx, ty, tz ってこうなっているので、ここに、tz と入れます。はい。そうすると、まだ表示はされないんですけど、ちょっとすまんない。どういうことかというと、ポジションだけ取ったので、分かりやすいやつがいいなぁ。これにしましょうか。はい。これをつなぎます。そうすると、こういう感じですね。あー、でかすぎる。どうしましょうか。1.1 とか。こういう感じで。出てると。これ分かりますかね。このポジション、に合わせて、この、これが、サークル、この円ですね。円が飛び出してます。パーティクルのポジションだけを今読み込んで、これを読み込んでますね。実際出てるのはこれですね。はい。こういう感じになってますね。まあ、これを小さくしたり、例えば三角形とか、例えば、面白い形なのかな、人数なのか、三角とか、そういうこともできますね。四角形とか。こう、星四角形星ではないか。こういう感じのものもできます。こういう感じですね。はい。
ポジションだけ読み込んで、何か別のものをパーティクルとして扱うこともできます。で、今回やったのはですね、これは使わずに、そのままポジションを読み取って、さらにそこからこれを飛ばしました。そうですね。はい。こういう感じです。はい。そうすると、こんな感じになりますね。ポジションから、さらに、このパーティクルが飛ぶ、ポジションが飛ぶ感じですね。で、数がちょっと少ないかな。もうちょっと活用しますか。2番ぐらいかな。こういう感じになります。こういう感じですね。で、この辺は、カメラ、多分この辺もいじったりするのかな。遠く。こうすると、遠くから見るっていう感じですね。カメラのポジションを変えることができます。これ。さっき5、デフォルト5なんですけど、1にすれば、こう近いところがこう見れますね。最初は5なんで、まあ、だいたい5ぐらいですかね。ちょっと、ポイントの方がいいね。はい。こういう感じで、パーティクルの花火が作れるようになります。はい。ポジションランダムで、まあ、発生もランダムで。こういう感じですね。で、色もランダム。はい。こんなもんかな。はい。じゃあ、これぐらいだと思います。じゃあ、花火、タッチデザイナーで花火の作り方ですね。この辺で終わりたいと思います。では最後までありがとうございました。